ちは。フィリピンのマニラにどんなイメージ皆さん持たれてます？で、フィリピンに来たことがあったら SM モールって多分行ったことあると思うんですけど、 SM モールにどんなイメージ持ってます？今ねいるのがなんと僕これマニラのグローバルシティの SM モールでございまして、普通にシンガポール行ったことないけど、さっきタクシーのドライバーがシンガポールみたいだろうって、どうだすごいだろうって言ってたんですけど、僕もそんな気がします。シンガポールみたい、すごい。シンガポール行きたい。わかんないくらいに超おしゃれな街並みばっかりで、フィリピン留学とか言ってる雰囲気じゃ全然ない。あ、フィリピン留学じゃない、フィリピン格安留学とか言ってる雰囲気のフィリピンではもう全然ないです。トモさんこっちだよ。すげえな、東京だな。ウォンチョンがある韓国のあの、すごいでけえ。でかい犬がいる、でかい。入っていくか。今ボニファシオグローバルシティっていうところに来ています。フィリピンにいるとよく名前を聞くアヤラっていうグループがあって、そのアヤラグループが2006年に国の所有地だった、もともと軍隊の基地があった場所を買い取って町ごと作っちゃったっていう町です。で、いろんな規制があるらしくて、例えば電信柱、電線を渡しちゃダメとか、
あとジプニーとかトライシクルとか庶民の足はこの街には入れないとかで、なんか来てる人もすごいおしゃれだし、もう立ってるものビルとかも超おしゃれだし、入ってる店もとにかくハイブランドで、フィリピンっていう感じでは全然ないっすね。そんなところをブラブラ歩いてます。